私を歌詞にしてくれた清官さんの幸せ言葉やっぱり小林清官さんエピソード集「歌詞仲間編」「幸せ眼鏡の作り方」「神奈川県鶴岡純子さん足りないもの欲しいものを50個あげられる人はすでに手に入っているもの恵まれているものを」 同じ数だけげられないすでに手に入っていて自分が恵まれていると思うものを50個あげられる人は足りないもの欲しいものを同じ数だけあげられないこの違いはかけているメガネが違うんですよ見ている世界が違うんです」と聖観さんは幸せメガネのことを 教えてくださいました幸せメガネをかけて物事を見ると「すべてが幸せに見える」というシンプルで分かりやすい言葉が心にスーッと入ったのを覚えていますある時歌詞仲間の方が「幸せメガネを作ったんですよ」とメガネを見せてくれたことがありました。それは 普通のメガネのフレームにうれしい、楽しい、幸せと書いたカラフルな紙を貼り付けて作ったオリジナルの幸せメガネでした。これをかけるとすべてがうれしい、楽しい、幸せに見えるんですよと楽しそうにそのカラフルで面白い手作りメガネをかけて見せてくれてその場は大爆笑でした。 正官さんから聞いていた幸せメガネを実際に手作りしてしまった歌詞仲間の方に感激し「そうかメガネをかけちゃえばいいのかナイスアイデア」と目から鱗の気分でした歌詞仲間との楽しい時間とともに私の中に強烈な印象として残りました日常生活において 何かがあって心が揺れそうになった時にこの歌し仲間性幸せメガネのことを思い浮かべると幸せは自分がどんなメガネをかけてどちらに目を向けてみるか幸せは自分が感じるものなんだということを思い出させてくれます幸も不幸も存在しない そう思う自分の心があるだけ、どんな時も幸せメガネをかけて生きていきたいと改めて思います。ありがとうございます。ありがとうと言ってくれてありがとう。愛知県竹本吉弘さん。今私が勤めている会社には、障害を持った方が数人働いています。 主に会社内外の掃除をしてくださいます。ある日の出来事です。30代くらいの男性が廊下をモップで掃除していました。そこを通りかかった女性の職員が、おはようございます。いつもありがとうございます。と挨拶されました。時々見かける光景です。でもその時、 その男性は大きな声でこう言いました。ありがとうと言ってくれてありがとう。僕ありがとうって言ってもらうととっても嬉しいです。ありがとうと元気いっぱいの声です。その女性は返す言葉でこちらこそありがとうございます。私は目が点になってしまいました。本当にすごい光景を 目の当たたりにしてししてままいました神様が降りてきた時間のようでしたこの光景って聖官さんがいつも話されるあの話ですよねありがとうを言おうと思えばどんな時だって言えます例えば夫婦の会話でも「ありがとう」と夫が妻に言いますすると ありがとうって言ってくれてありがとうと妻が返す。すると何言ってるんだお前。ありがとうって言ってくれてありがとうって言ってくれてありがとう。何言ってるんですかあなたああ。ありがとうって言ってくれてありがとうって言ってくれてありがとうって言ってくれてありがとう。さらに夫がありがとうってこれが 延々と続きます。正函さんの18番です。会場にいらっしゃる皆さんは、みんな笑顔になります。お互いにありがとうを言い始めます。ありがとうって言ってくれてありがとうと素直に言えたこの男性。素晴らしいですね。自分はこんな風にありがとうが言えるだろうかと思ってしまいます。 最初にいつもありがとうと挨拶した女性も素晴らしいです。とっても幸せな言葉でした。ありがとうございます。ありがとう。群馬県田村陽子さん。私は障害者グループホームで働いています。入所している方々は知的障害、精神障害、身体障害を持っています。 その中の M さんは知的障害と精神障害を持つ20代男性です。こだわりが強く M さんの会話は全て何か気になったことを聞き迫る口調で何度も訪ね続けるというものです例えば就労に行く時間が気になると「もう行きますか?」と聞きます。こちらが、 まだですあと20分ですと答えても彼は時計が読めないので納得してくれませんまだまだですかはいまだまだですまだまだですかはいまだまだですまだまだですかはいまだまだですと何十回も同じやり取りが続きますこんな風なので 他の入所者の方々は、M さんを少し怖がっています。納得できないと大声で怒り出すからです。M さんが何か尋ね始めると、ホールにいる全員が心配な気持ちになって聞き入ります。また、M さんは気象後、必ず洗面台で水をバシャバシャ飛ばしながら、 うがいを何十回もしますこれもものすごい勢いなので他の入所者の方々に怖がられる行為ですある日私が拭いてあげるから大丈夫だよと声をかけて M さんが思う存分うがいをできるように彼の足元にマットを敷いてあげました。その後顔を拭いた、M、さんが 私に話しかけてきました。ホールにいた全員が少し緊張して聞き入りました。私も緊張して何、何と聞きました。M さんが発した言葉は、マットを敷いてありがとうという一言でした。緊張していた空気が溶け、顔を見合わせてみんなにっこりしました。そういうことが言えるんだと、 知的障害の W さん、ありがとうは繰り返されることなく一度で M さんは納得したようでした「ありがとうってすごい言葉だな」とあの時の空気 M さんの声が私の心にじんと残りました「1000万回のありがとう」福岡県林健次さん 2001年に取引先の専務から聖寛さんの本をいただき専務から興味があったら来月の聖寛さんの講演会に来ませんかと誘われましたいただいた本は一日で読みその内容は私の人生の中で一番の衝撃を与えるものでしたそれから聖寛さんの著書をすべて読破し 生官さんが亡くなるまで福岡での講演会はほとんど参加していました。当時私は大型スーパーの店長をしていまして仕事をしていく上での一番の指針となったのは生官さんから教えていただいたありがとうの感謝の言葉と実践と全てのことを受け入れるということでした。初めての店長経験で まず私から700人の従業員と全てのお客様に感謝の気持ちを持ちありがとうの言葉を毎日何百回も言ってきました700人の従業員にも毎週毎月の全体朝礼や毎日全員に送信している店長通信に A4 用紙1枚びっしりと清官さんの 言葉や教えを伝えてきました。特に自分の家族や同僚、そして来店されるすべてのお客様に感謝の気持ちを持ち、ありがとうの言葉を毎日100回以上言うように指導していきました。さらにお客様の苦情やトラブルが毎月100件以上発生していたので、 さんの「すべてをまず受け入れる」という教えをみんなに説いていきました苦情のお客様は店や商品に文句のある人家庭や仕事でイライラしている人一人住まいで寂しい人などさまざまですまずそういったお客様の声をすべて受け入れることから始めて 対応ししししてていききままょうとたお客様と言い争うのではなくまずお客様の全てを受け入れるという対応で1ヶ月100件以上あった苦情は10分の1に減っていきました逆に9割の苦情のお客様はお店のファンへ変わっていきました 売り場の雰囲気も明るくなり常に売り場のどこかでありがとうの言葉が聞こえるようになりました従業員全員で1年間1000万回以上のありがとうの言葉を言っていきましたそのおかげで店長に就任して2年目には店舗の売り上げも大きく伸び店舗の利益は 100店舗以上ある1000店の中で一番になりました。星寛さんの教えを従業員に伝え実践することで素晴らしい成果を上げることができました。星寛さん本当にありがとうございました。